はい、こんにちは。ソルインです。行きましょうい。オールドットネット Wi-Fi サービスが利用できない件について、というわけで、今日はちょっとね、これ前も言ったかもしれないですけどね、だいぶ前なんですけど、まあ某ね、散歩家っていうゲームがあって、まあこのオールドットネット Wi-Fi、これね、セガさんかな、多分、運営されているのが。で、セガさんのゲームとかのゲーム連動とかをやる際に、以前も利用したりとかしてたんですね。あとは、やっぱそのゲームセンター側のそのまあ、無料 Wi-Fi というか、そういう形で、まあね、使えたら便利だなと。やっぱね、外でも Wi-Fi 使えればね、ね、一応そのデータ使用量とかその辺を結構軽減できるし、私もそういうプランに変えたんで、はい。なんでその恩恵に預かろうと結構ね、やるんですけど、これね、ずっとダメ。最初でもね、散歩券の時にね、ちょっとできたんですよ。なんでちょっとね、今日は、もう一回おさらいしてみようかな。私なんか間違ってんじゃないかなと。と思ったんで、ちょっと見ていきたいと思いますけれども、とりあえずまあ、私アンドロイドなんですけど、変わらないですよね、言うてね。これ多分初期の頃でだいぶちょっと違うかもしれないですけど、まあこんな設定アイコンとかっていうよりも、Wi-Fi 項目あるんですけど、ネットワークの Wi-Fi 項目ですね。で、こちらをオンにします。まあ私いつも家だとオンにしてるんですけども、はい。で、その中でオールドットネット Wi-Fi っていうのを選択しますよと。で、やると、このブラウザを起動する。ここまではいいんですよ。いいんですけど、これを押すと、なんかね、もう、自動的に始まるんですけど、これあれなのかな、私今回これ出てこなかったんですよ。これが出なかったからダメなのかな、利用規約に同意をしていません、確かに。しなかったからというか、この画面が出てこないんですよね。どうしたら出てくるんだろうねっていう。で、ゲームと連動する。私もね、確か一回だけやったことあるんですよ。これ、散歩系っていうゲームが、ここにも書いてありますけど、散歩系とのソーシャルアプリの連動、起動についてはって書いてありますけど、まあ、これ一回散歩系で、私一回、多分本当に一回だけかな。それね、その時はできたんですよ、実際。朝1、ね、朝7時ぐらいですよね。まあ、そんな時間はどうでもいいんですけど、その頃に、まあ、行って、朝1で連動させて、で、実際にその連動で、なんかもらえるよっていうのがあったんですよ。でもそれ初回しかゲットできなかった。本当はなんか行くたびに、ゲーセンに行くたびにもらえたと思われるのですが、多分本当初回の1回とか数回しかできなくて、それ以降はなんかオールドットネット Wi-Fi に繋がれなくなっちゃったんですよね。繋がらなくなっちゃったんですよ。で、一応、ただね、この利用規約とかはないんですけど、これとかもね、これはこの画面出てくるんですけど、サービス開始。なんですけど、押すんですけど、で、接続されるんですよ、実際。接続しましたみたいな風に出るんですよ。接続済みみたいな感じで出るんですね。こんな感じの接続されましたというか、接続済みみたいなのが出るんですけど、ただ、このオールドットネット Wi-Fi の恩恵を受けているときに、例えばスマホゲームとかをプレイします。動きません。ダウンローディングとかで一生固まったままゲームが動きません。で、私もゲーセン行った時、基本的に普段 LINE とかやんないんですけど、LINE とかも、メッセージが止まってます。あのね、過去のやつは見えるんだけど、最新の状況が見れないの。だから結局ネットワークなんていうんですかね、ネットワークが止まっちゃうというか固まっちゃうみたいな感じで、 Wi-Fi の意味がないっていう感じになっちゃうんですよね。だから、もしくはだから、ちゃんと接続されましたって出てるんだけど、接続されてない可能性ですかね。わかんないですよね、これ。もうね、行くたびに言っちゃうんですけど、ストレスなんですよ、これ。ゲーセンに行ってこの Wi-Fi を設定しようとするたびにストレスで、なんで、前は、もうゲーセン行くときには Wi-Fi 切ってました、もう。私、基本的には Wi-Fi 自動にしてるんですけど、なんか自宅とかだと自動で Wi-Fi 常に入れてるんですけど、もうゲーセン行ったら Wi-Fi 切るようにしてました。で、切って、で、家帰った時に Wi-Fi をオンに戻し忘れちゃって、気づいたら、ああ、めっちゃデータ使ってた、みたいな。まあ、前はね、完全定額制にしてたから良かったんですけど、今は、使った分だけ請求されちゃうとは言わないんですけど、プランが、ある程度、ね、何ギガとか使っていくと、上位プランに変更になるっていうやつに変わったんで、てか変えたんで、オフにするのもはばかられるというような、まあ私が忘れなければいいんですけど、なんですけど、ただゲーセンに行った時には Wi-Fi オフにしないと何もできねえっていう状況が辛いと、なんですよ。だからこれは、なんだ、利用できるなら利用したいん
ですけどね。なんですけど、なんか逆にあの自動オンにしちゃってると勝手にこのオールデッドドライフが4名に行っちゃったりとかするから、なんかすげえ煩わしいと言っちゃなんですけどね。なんで正式に利用できるならそれに越したことはないと思って今再度調べてるんですけど、結局よくわかんない。てか間違ってはいないんですよ。もしくはこれあれなのかな、たまにこれ出るんですけど、これを触る前に画面が勝手に切り替わって接続されましたみたいになっちゃうんだけど、この画面をもう一回触りに行かなきゃいけないのかな。サービスを開始でもこの後これ多分触っこの後触れたと思うんだけど、ただこの利用規約に同意するっていうのを確か先日もこれ多分ここまで進めなかったかな、確か。いや進んだかな、ここまで行ったのかな気もしますけど、でもこの後結局この画面まで行ったのかな、ここまで行ったような気もするんだけど、これ関係ないじゃないんですよね。これ連動するつもりなければこれはやらなくてもいいとは思うんですけどね。なんで利用規約に同意した時点で多分、だから多分ここまで行ったのかな、で行ってそれで接続されましたって多分なったと思うんだけど、でも結局このオールデッド Wi-Fi からと 重いのか遅いのか分かんないんですけど、何一つゲームとかも何もできないです。本当にひたすらタイムアウトみたいになってリトライしますかみたいになっちゃってゲームはプレイできないし、それとも私これ知らないだけでもう終わってんのかな、このサービス。それはないよね、分かんない。連動サービスは確かに散歩系との連動は間違いなく終わってるはずなんですけど、でもこのページ、これいつのやつなんだろう対象店舗。こういうのもあるんだ。ファックありますね、ファック。ちょっとでもね、わかんないんですよね。だからもし、実際にこれ使ってらっしゃる方がいたら、ぜひ教えてほしいんですけど、あ、ファックありますね。ファック。まあ言うてっすよね。はい。無料ですよね、とかありますけども。メンテ時間、そう。だからこの朝7時でさっき言ったのは7時以降だったら使えるからってことで言ったんですよね。だからそれで大丈夫だったはずなんで。まあ連動とかは特にいいんですけど、で、接続方法これ見たんですけど、特に。そんな、むしろさっきの上のやつですからね。ユーザー登録、インターネットを利用したい。は、もしかしてこれかな？え、これ別個でやらなきゃいけないのかな、もしかして。利用にはユーザー登録が必要です。オールデッド&ワイファイサービストップページのインターネット利用登録バナーやユーザー登録をお願いします。あ、もしかしてこれかな？これやってないからなのかな？もしかして。そういうことかな？可能性あるね。インターネット利用登録。あ、でもこれ私多分ね、設定したことある気がするんだけどな。でもこれかな？これやってないからかな？かな？もしかして。そういうことなのかな？でもさ、これどうやっていくんだろう？トップページ下部にあるインターネット利用登録を、あ、このページにアクセスすればいいのか、スマホから。それでその操作をやっていけば、いけるのかな？私の場合はインターネットを利用することができます。あ、これやってないからなのかな？あれがユーザー登録が必要です。ユーザー登録にそれを登録したスマートフォンでインターネットを利用することができます。やってないからダメってことか。で、メールアドレスで認証し、そういうことなのかな、もしかして。インターネット利用するのに以下のリンクをクリックして、インターネット利用登録を完了させてください。で、連動は連動でっていう。これ、あれなのかな、じゃあ、あれかな、散歩系も連動ができなくなったのは、最初確かに細かい設定したような記憶はあるんですよね。で、それで一回やればいいのかと思ったけど、行くたびにやらなきゃいけねえのかな、みたいに。でもなんか、なんだろうな。途中からこの画面すら出なくなっちゃったんですよね、なんか。なんか謎っすね。でも、これ、そういうことなのかもしれないね。もしかしたら、インターネットを利用するためには、まずこれをやらなきゃいけなかったのかな？っていうことか。まあ、利用規約に同意まではいいんだけど、そういうことなのか。普通に Wi-Fi、でね、自宅の Wi-Fi とかだと、そのね、Wi-Fi の、なんていうんだ、ID とパスワードか、それだけやれば、もう Wi-Fi 使えるようになるんですけど、そういうわけではないっていうことかな。ちょっと特殊な Wi-Fi ってことかな。私も正直、外で、ね、フリー Wi-Fi とかあんまり良くないって聞くじゃないですか、確か。あのね、フリー Wi-Fi というか、外でなんか垂れ流しになってる、よくわかんない Wi-Fi とかは危険だと怖いぞとかっていう話もあるじゃないですか。まあでもこういうのはほら、ゲーセンが、でもしくはセガさんがやってらっしゃるっていうか言うのがあるんで。ただこういうのって、なんかその無尽蔵に利用されるとあれだから、ちょっとこの障壁っていうか、
まずこのインターネットを利用するためにはまずこれをやってくださいよみたいのが間に入ってるってことなのかな。だから今までダメだったのか。なんかそういうことなのかな。多分認識が多分間違ってたのかもしれないね。インターネット利用っていう言葉もなんか私の中では Wi-Fi ってもうネットが使えて当たり前みたいな認識なんだよね。だそれを覆さなきゃまずいけないってことか。だからもし、だから、もしネットちゃんと利用、ゲームとかプレイしたりとか、LINE とか使い、ゲーセンで使いたければ、てか、まあ、その Wi-Fi かで使いたければ、てか、Wi-Fi っていうか、まあ、でも基本的にはフリー Wi-Fi、どんなセガさん以外にもありそうですけど、ただ少なくともこの、all.net Wi-Fi を利用するのであれば、このインターネット利用登録をしなければならないっていうことかな。その認識で合ってんのかな。多分そうです。多分そうっぽいですよね。じゃあ今度これやってみようかな。ちょっと多少手間ですけど、まあそんなでもないかな。でも私多分これね、散歩系の連動実際やったことあるんで、多分初めてじゃないとは思うんですよね。ただちょっともう記憶にないですよ。相当、まあ相当つってもまあ数年前、2、3年前、3年経ってないか、2年前ぐらいでも。3年前ぐらいかな。いや、2年、わかんない。ごめんなさい。3年かな。かもしれないけど。でも当時の記憶がないんで、もうわかんないですけど、でも多分これかなっていうのはちょっと見えましたね。まあもし、間違ってるよっていうのだったり、合ってるよとか、分かる方いたら教えてほしいところですけど。まあ最悪はあと分かんなかったらセガさんに聞こうかなとか思ってたんですよね。今日これで調べてダメだったら、セガさんにもすいません。なんかオールドネットワイファイってどうなってるんですかっていう。ゲーセンで使うと何もネット使えないんですけどって、そしたら多分こういう会社来るかもな。インターネット利用登録をされてますかっていうの言われそう。はい。というわけで今回はオールドットネットワイファイに関する動画でした。なんかちょっとだけ自己完結したかも。まだ解決してないけどね。ちょっと今度試しに行ってきます、ちょっと。これでもし解決するようだったら解決編ちょっと上げてみんなのお役に立てたらっていうか、まあ、どのかな、同じ風に悩んでる方いるのかわかんないですけどね。はい、というわけで今回はこの辺でお疲れ様でした。ではでは。